こんにちは、読書セラピストの井田翔吾と申します。本を語る人とつながろうテーマに札幌ゼロ読書会の運営をしています。またブログ、SNS やポッドキャスト等の発信活動を通して本の魅力や読書の素晴らしさを伝えています。歩くという日常の何気ない行為も見方を変えることでマインドフルネスになることを学びました。今回ご紹介するのは川野大周さんの歩けば整うという一冊になります。こちらは青春文庫で読むことができます。著者の川野大周さんは精神科医であり禅僧という異色の経歴を持つ方です。疲れ切ってしまっている現代人の脳に対してどのような心がけですとか行動をとればよいかについて書かれています。肉体的な疲れというものは分かりやすいですが、脳の疲れというのはなかなか分からないものだそうです。疲れているのに眠れないという時は脳の疲れを疑った方が良さそうです。脳を休ませるには大切なことはマインドフルネスの状態を作るということです。日本語で言うと瞑想をしていくってことになるんですけども、多くの解説書が出ているので一度は聞いたことがあることがある方がほとんどではないかなと思っております。瞑想というのは一つのことに集中することでありまして、呼吸瞑想が有名だと思うんですけども、それは呼吸の動きただ一定に集中をしていきます。雑念が浮かんできたら意識を戻してというのを繰り返していきます。この本でおすすめされてましたのはタイトルになる通りマインドフルウォーキングというものなんですけども、歩くことに瞑想を取り入れていきます。具体的には歩くごとに足裏に意識を集中させていきます。意識をするとゆっくりとなりますので、最初は室内での実践が求めるおすすめされてました。慣れてきたら呼吸を意識しながら歩くスピードでできたらとのことでした。私は歩くという身近な行動にですね、瞑想を取り入れるという発想を知ることができてよかったです。私は毎日5分間呼吸瞑想を行っているんですけども、アプリで計測をしています。呼吸だけに集中しようと思ってもついつい雑念が浮かんできてしまいます。普段何気なく行っていることに集中することがマインドフルな生活につながっていくということを実感しました。タイムパフォーマンス、いわゆるタイパを気にするばかり、いろいろなことを詰め込みすぎて生活をしてしまっているのかなというのがあることがあるんじゃないかなと思って反省をしました。一つのことに集中をすることで効率が上がり、心も平静を保つことができて良い生活がすることができるのではないかなというふうに思いました。これからですね、少しずつマインドフルウォーキングを日常に取り入れていこうと思っております。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。運営している札幌ゼロ読書会は札幌市内のカフェと古本屋さんで開催をしております。開催状況につきましては概要欄のリンクからご覧ください。より多くの本好きの方とつながれるのを楽しみにしております。ではまた次回も楽しみにしていてください。読書セラピストの井田翔吾でした。